マッソゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、こちら、ゼルダの伝説、テアーズ・オブ・ザ・キングダム、パート72、やっていきたいと思います。まだパート1からパート71、見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひ、そちらからチェックしてみてくださーい。はい、まずは前回のおさらいから、やっていきましょう。今僕が残すメインチャレンジが、こちら、ガノンドロフ討伐。ということでね、もう最終局面でございます。で、もうここに挑戦してもいいんですが、その前にですね、まあ前回もなんですが、こういう祠だったり、地底だったりの冒険、残した冒険を今しています。で、前回はね、こういう天空の祠とかをクリアしてったんですが、今回は地底ですね、地下の冒険をしたいなって思っています。で、結構いろんなところまだ冒険してないんですが、できたらね、今回このあたりをゴロッとというか、ドサッと、なんていうかな。まあ、このあたりをね、解放していきたい。本当は前回やるつもりだったんですけど、まあ、できなくて。で、今僕がいるのはこちら、フィローネ制限、草原の、キショシーの根の上ですね。にいます。あのね、動画外でこの魂の神殿近く、この辺りこう冒険しようと思って魂の神殿行ったんですけど、なんか行けなかったんだよね、この辺り。ですんで、今回はまずこの地下に行って、こっからぐるーっと回ってこの辺りを目指して、まずは進んでいこう。ということでね、やっていきますので、まあちょっとね、地下の冒険って、その地上とか天空に比べると、どうしても少し地味なんだよね。はい。まあ地味かもしれませんが、皆さんね、楽しんで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いしまーす。で、地下の冒険は、まあこういう風にね、暗いんだよね。ですんで、なるべく、こういうね、乗り物とかに乗って進んでいきたい。で、アイテムはいろいろあるけど、まず、スクラビルドを、しよう。で、この、ロケットなんですけど、縦につけとくと、後々、便利ってことね。ちょっと登りたい時とかさ、地下、めんどくさいわけよ。ですので、この、盾をまず、回収。いや、いいね、この、地下の、アイテムの、このあるところ。これでロケット4個分もこれで節約でしょ?で、さらに、あんまり数ないんだけど、乗り物代と、あとは、これかな。操縦桿を出して、で、ブループリントで、お気に入り登録してあるものがあるので。よし。これで、フィールドして、で、進んでみよう。お骨の馬とかもいるんだね。行くぜー。では、マップを頼りに進んでいきまーす。で、結構ね、この飛行機とかも結局乗れる距離限られてるんですよね。プルルルとか言って壊れちゃうから。飛行機はね。だからそこが難しいところではあるんですけど。さあ、こっちの方ですね。まだもっと奥か。もっと左手の、お、ボス。デグガーマがいますけど。ちょっとデグガーマさんを。スルーさせてもらって、このまま進ませていただきましょう。
デグガーマンを倒したところであんまり何もないしなーっていうね。もっと美味しかったらいいんですけど。よし。よーし。で、マップ少し進んできました。作るんだったらさ、ブループリントでさ、前回空飛んだこれ作った方がいいのかな？これだったら無限に飛べる？そうしてみようかな。作ってみようかな、これ。無限に飛べたら最高だよな。作ってみまーす。1,2,3,4 これあとはバッテリー、はい、イエーイ、安定してる。これは、おお！あ、根っこあった！いらっしゃるじゃないっすか。いや、でもこれがもったいないな。また拾えばいいか。またビリビリビリってなっても嫌だから。はい、で。ちょっとあれ消えないでくれよ。一応当たったんだな今。鱗。いや角に当てたつもりだったんだけど、まあ当たってなかったよね。つもりになってただけで。よし、じゃあ。これでまた飛んでいきましょう。これバッテリーの消費がえぐいね。これどこまで行ったら消えるんだろう。なんか飛行機みたいに消えたりしないのかな。すごくない？消えないのありがたすぎない？これ。あ、めっちゃ落ちてっちゃった。あとで拾いこう。さあということで、ね。こう、解放！今日一つ目！お。なんとなく、マップが見えましたと。オッケー。で、危ない危ない。これ最高じゃん！まあ、もっと、なんか安上がりなものあるらしいんですけど。歩くより全然いいわ。で、さらにこちらに進んでいきましょう。うわー、デグ、なんとかいるな。バッテリーが切れちゃうので一旦休憩してさらに進んでいきましょう。こうやってマップ見るとさ、ここにこんななんか上に通り道みたいなそういう地形になってるなんてわかんないよね、正直。真っ暗闇だと。よし行くぞー。
こっちですね。暗いよー。明るいところがいいよー。やばい。これさ、こうつければいいな。うわー痛い。やめて。あーやめとけや。うおバイバーイ。さあ、こっちの真っ暗闇の方に進んでいきましょう。あ、根だ！やったやった！発見！さあ、いいペースですよ。えい！よし。うよじよじのね、読めない。おー、うわ、そんな風に繋がってたんだ。え、でもこれ結構解放できたくない？マップ。おー、すごい！で、ここら辺さ、こんなに広いのに根っこがないってどういうこと？なんかここら辺ありそうだな。ね。じゃあこっち進んでみましょうか。で、あれどこだったっけ？いちいちね、こうやるのめんどくさいので、珍しく大容量バッテリーでも贅沢に使っちゃいますか。これもったいないのかもしれないけど。これで飛んでってみよう。初めて使う大容量バッテリー。方向的に行ったらこっちに飛んでけばいいのか。そうっすね、飛んでいくぜー。レッツゴー。ほらー、大容量バッテリー本当はすごいいいタイミングでいいアイテムとかに使った方が多分いいんだろうな。でもこういうところをさ、地上で歩いて冒険するのマジで大変だと思うんだよね。この辺りもさ、登らなきゃいけないじゃん。恐ろしく大変。すごいな、大容量バッテリーマジで。全然減ってない。ここから左手に行きまして、で、さらに進んでいくと。わ、すごーい、楽しい、飛んでくの楽しい。またやつがいましたね。あれ、君まだ地面で這いつくばってるんだっけ。もう時代は空だよ、空。ごめんねー。さあ、で、さらにこちら側に進んでいくと、ここからはもうマップに記されていないというか、マップが開放されていないエリアになってきます。なんかあそこが明るいけど、あそこに何かありますね。なんか神殿っぽいのがある。
あ、やった、根っこ発見したー。おいー、あ、さらにもう一つ発見したぞ。耳伏の根。おいー、いいっすね。ちなみにそこのなんか構造物気になるからちょっと見てみましょうか。あー、うわ、大容量バッテリーってほんとすごいっすね。おー、ウォトリー廃坑だって。お、なんかあるぞ。認証者を確認。ようこそいらっしゃいました、主様。おや、まだお持ちでない設計図。やったー！創発気球だって。より早く上に上がることができるっていう気球かな。なるほど。まあまあ、いて。まあまあ、こっちの方が便利でしょう。ないよね、他に。デカポーぐらいだよ。でもって、そこにもまた根っこがあると。行かないでね。カトミバの根。おー、すごーい。これで右端がすべて埋まってきました。あとはこのあたりか。まあ、本来ここ、なんかハートだな、ここ。まあ、根っこが解放されてれば、今後何か、ね、そこ行こうと思った時に、ダスキーあたりの採掘場。まあ、ここで大量にね。あ、だから発見。なんかあれ消えたら嫌だから、消えないとは思うんだけど、なんかたまにさ、なんかよくわからんタイミングで消えたりするから怖いから、一応。確保しとって。さあ、宝箱だぞー。ゾナウエネルギーの大結晶。これで、もう少しバッテリーを膨らますことができると。いうことですね。いや、なんか、僕が正直想像していた、何倍もいいペースで、マップが開放できてて、非常に嬉しいです。さあ、行くぞー。あっちもね、マップ、なんかありそうっちゃありそうだけど。あ。ああ！これさ、あれ、地下から行くところがある。僕ね、地上で一回沼ったところがあるんだよね。なんか、アイテム、貴重なアイテムが結構取れそうなところがあったの。
でも入り口がなくて、入り口ずーっと探し回ったんだけど、でもダメだったっていうところが実はあったんですよ。多分これ地下から行くんだな、その時ひらめかなかったけど。なるほどね。さあ、そしてあった根っこ、お、二つぐらいあるぞ。いいじゃないですか。地下の冒険。あ、そしてまたなんか構造物もありますね。あれも採掘場かな？え、ていうか、なんか根っこ3つぐらい見えない？気のせいかな？加賀民座のねー、イエーイ。ここは一体何だろう。なんかすごいよ、ここ。果ての廃校だって。消えるなよ、これ。またさっきみたいにさ、わ、これあれだな、敵だな。あちあちか。いや、話しかけなくて。ね、方向的に言ったら。おお。お、いい感じに転がってくれた。ナイス。さあ、もう一つね。カシヒヤマの根。で、大容量じゃなくて、小だったら正直いくらでもさ、手に入るじゃないですか。だからちょっと小つけとこうかな。なんか台は多分貴重なんだと思う。バッテリーの持ちがやばいもんね。で、どこだー最後のね。あれかな、あれだな。エキスパの樹海。駅のスパ。エキスパートの樹海ってこと？なきゃあるかーって。持つよな、そこまで。持つ持つ持つ。なんか暗いと進んでる感じしないよね。
さあ、来た。セイカジの音。うわぁ、まだなんかあるし。ここにあるのか。もう一つ。ここ行ったんだよな。多分ここの辺りにね、あったんだろうな。あれか？違うな。あれ？あ、あれか？見えなかったけど、あれか？どうしよう、ちょっと一回引き返す、一回引き返す。とりあえずそこに上がろうか。なんかあそこまでバッテリーでいけない気がする。足りない。やっぱスペアバッテリーみたいな。ああ、いてー。バッテリーみたいなのつけたいところだな。もっとバッテリー持てばな。あと多分2ゲージぐらいだと思うんだけど。この距離だったらいけるんじゃないでしょうか。いけてくれ、頼むから。いや、いけるいける。よっしゃー。おお、すごい。こんな、本当は多分大変なんだろうな。あ、違う違う違う。神みだな、か、目。イェーイ。すごーい。すごくない？これ、古びた地図が指し示す場所。ここ目指すか。結構遠いけど。大容量バッテリー使っちゃうか。絶対なそうだけど、楽しいんだよな、この冒険。こっちか。いや、進行方向だけしっかりしておいて。これもね、持ってけたらいいんだけど。こっちだな。いくぜー、レッツゴー。さあ、もうマップが解放されたから、この辺りの地形をなんと楽しみながら冒険ができると。いうことなんですが、なんかあるのかな、ここ。なんか低くなってんのかな。マップの読み込みの話かな。あー、これ天井だ、天井。いや、でも結構かかるな。天井がありまして、あそこはボス戦のところですね。ボス戦って言っても、ブロックのねえ、相手だからそんなでもないけど。
なんか天井があるところと雲になってるところって何なんだろう、違い。これ雲の上まで行けるのかな。いけなそうか、雲に見えただけか。さあそしてマップが開放されていないエリアに到着しました。この辺りにちょっとよく見ませんが根っこがあるんじゃないかと。ですがよく見えませんね。行けたか。あっちにねあったでしょ。真っ暗すぎてダメだ。わかんないよ。まさにここら辺。あ、マップ周辺なんだ。どこまで下に降りてっちゃったのよ。すごい下まで行っちゃった。目覚めダリの採掘場だって。そんな下まで行っちゃうってぐらいに行っちゃったね。掘ってもいいんだけど、いいや、とりあえず。あー、まあね、これ掘ったりいろいろしてるとさ、もう今回の趣旨がごっちゃになっちゃうからってことで、今回はいいやってことなんで。本当はね、あ、宝箱だ。宝箱はゲットしよう。えい。何が出るかな。ゾナエネルギーの大結晶。これでバッテリーがもう一つ追加できるようになりましたね。大きい。そして今マップはこのようになっていて、もう少し見てかな。こっちの方に進んでいってみましょう。山かな？どうなってんだここ。あ、でも一応登っていけるようにはなってる。ああ、ちょっと高台になってるんですね、この辺り。一回ここで休憩。よし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 。あ、どうなってんだここ。根っこがどこにあるかわかんない。さらに上っていうわけではなさそうだし、もうね、なんか天井っぽいし、わかんないですね、これ。あ、そしてまたドラゴンが飛んでますね。ここら辺はもしかしたらなんかあるのかな。やべえ、バッテリーが欲しい。あっ、危なっ、危なっ。
死んじゃうところだった。回復。ちょっと行きたいところなんだけど、こっから回ってってみようかな次。さあ次はここからぐるっと回って、なんか今のところからマップ解放できなかったから、ここぐるっと、このね岩的なところをぐるっと回って、もうあったかな、あ、あったー、根っこー、やったぞよし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 、これでいけそうだな。お、ちょっと待って、爆弾ばなー、これはありがたい。こんなんばなー、しましたね。あ、やばいやばい。ギネオの根。これで。おお、一気にいった。これ分かりづらいな、確かに。で、あと一つここにあると。え、今回さ、ま、地味ですよ、すっごいめちゃくちゃ地味なんですけど、でも相当進んでません？俺、僕こんな高効率でさ、根っこ解放してるって結構すごいと思うんだけど。あれかな？あ、そしてあそこボス戦のところだ。で、直接はいけなそうだから、一旦この辺り休憩挟んどこう。敵のアジトでしょうね。敵のアジトはどんな風に映ってんだろうこれ。ああ。わーお、簡単なんだけどなー、そこ攻略するの。よっしゃー、宝くのね。おお。これで相当広い範囲は行けました。ってなるとこっちもやりたくなっちゃうよね。え、欲張っちゃってるな、マスオ。すごい欲張ってるけど。でも、この、いや、前回やってよかった、マジで、空。あれもクリアしとくか。あ、
前回さ、その空やったことでこの乗り物を知って、でこの乗り物のおかげで完全に今回この超高効率でこう冒険できてるんで、あれは行ったのか。本当感謝だ。よし、オッケー。あっ、危ない危ない危ない。さあ、ついでにブループリントもゲット。 E 型の設計図、強力ジャンプ台、一瞬でこの強力なジャンプ台が作れるってことですね。そしてゾナーの大結晶、これでまた簡単に建築物を作ることができると。で、これでまた行きましょう。レッツゴー。方向的には、こちら側ですね。ちなみにここは、クリアしたことないところだ。やっとく？特大結晶がもらえるんですよね、これ。やっとこうか。そんなに難しい敵じゃないし。よし。回復を。回復が思ってたり、持ってないけど。よし、じゃあ行きますか。消えないでくれよ、これ。もうちょっとこっちにやっとく。よし。モルドボー、まあ。足を壊して、を壊して、で強い装備、今そこそこ強いから、あ、もったいな、あ、乗んなきゃいけないんだっけこれ。しっか離れて、忘れてたもんね戦い方。壊して、消えないよな。よーし、半分まで行きました。だからって言ったってそんな変わんないんだけどね、戦い方ね。で、壊して。
これさ、例えばさ、ギブドの骨やったらどんぐらい食らうんだろう。ああ、そうでもないね。壊して、次これだ。早いな。これちゃんと復活してから壊して、これが一番こう弱いですよね。うわー、スルーされたー。うわ、見えなかった強いのかな。ディリディリリリリ。さあアイテムをゲット。あ、すでにスクラビルト済み。あー、どうしよっかな。どれにつけよう。上等ブロックゴーレムのコア。トゲ。このトゲ鉄球ハンマー弱いから。こっちにしとくか。あ、よかった、消えてなくて。でもって。アイテムを回収。ゾナウの特大結晶、これでなんとバッテリー2つ分つけると。バッテリー2つあったらまた冒険めっちゃやりやすそうね。だってこれ作ってさ、今よりさらに遠くまで飛べるってことでしょ。ちょっとバランス悪いけど、これいいや、とりあえずつけちゃったから。めっちゃ良くないですか。よっしゃ、飛んでくぜ。いげーい、マップ全開放じゃー。で、今回これ地底じゃないですか。だから次回さ、その地上での冒険もこれによってかなりやりやすくなるはずなんですよね。だからそこも大きい。地上でのその祠探しって結構大変だから。組んでいるところ。お、あったぞー。ゴーレムがいますね。一回この辺りで休憩しようか。
げえ。進めー。素晴らしすぎるな。もう地下探索は基本乗り物じゃないとダメだね、これね。高低差が激しすぎる。よし。クンロモの音。あ、このまま少し進めば、もう一個ありそうだな。っていうか今若干見えたかな？あ、見えてないか。気のせいか。あ、違うか。ポーか、あれは。このままだな。お、あったあったね、ここ。おお。あそこもボス戦だ。あれ、ロボットとの対戦のところじゃん。前回のボスだ。あれだよね。あれ？なんだったっけ？このゴキブリみたいなやつって。まず解放しよう。あれ？多分、でもバッテリーさ、もう僕、これ満、これで満タンになるんじゃないかなって思ってんだよね。あと2つで。まだまだかな？まあ、ここにあるのだけ覚えといて、また次回でいいかな、あの、ボスは。さっき戦ったし。あ、あれか、光を与えるやつだ、あのボス。ゲルドだ。黒カツの音。わ、さらにこの先あるじゃん。こんなに進んでいいんですかってぐらいね、進むよ、これ。あ、しかもここ二つある、あと。じゃあ、あと二つ行こうか、この調子で。ねえ、結構長い動画にはなったけど。あったあった、一つ。あれと、右手にもあるっぽいんだよな。で、お宝もあるらしい、この辺りに。その、古い地図で、こう見れる。あ、あったね、こう。いやあ、危ない。やばい、僕の生命線一番大事、乗り物大事。お、煙玉。ほんとすぐこの子っぽいんだけど。うにゃじゃしーのね。イェーイ。あ、それか。採掘場なんだ。え、待って。あ、そっちにあるね。よかったよかった。これで宝箱行ってだな。フルチズノは基本的にこういう採掘場とかのやつなんだな。さあ
アイテムは、大空の勇者ズボン。空に乗って空から現れた勇者がいつも履いていたと言われるズボン。騎士団の制服だったらしい。イエーイ。装備ゲットー。そして最後もう一つ。こちらですね。多分、ここはまた入るところが別荘だから。まあでも、これも一応クリアしとくか。ね。一度。ここで休憩挟んで。よし、行くぜ。はははって言い方は言うけど、僕の方がはははははははだわ。だって余裕なんだから。そこまで登んなきゃいけなくなった。あ、でもこんな時のために今回は序盤でやってたじゃないですか、マスを。そう、こういうことなんですよね。結局、うわ、上がれないと来た。でもこんな時のためにマスをちゃんと、うっそここだったらいける。うそうそ、もうおとなしく行った方がいい。おとなしく行った方がいい。調子に乗るとダメだって学んだ。ここはいいだろ、調子に乗っても。よし。さあ、設計図ゲットー。どこでも調理場。どこでもドアみたいな。じゃあ最後のね、今日最後のね、行きましょう。あったぞー。そこを押して、あそこにも中ボスがいる。ははははは。全員でのね。よし。ほぼこれでいけたと。で、まあ、これで終わりにしようと思うんだけど、ここ行きたいんだよな。行けるかな。ちょっとめんどくさそうだったら、やめてもいいんだけど、飛ばなきゃいけないかな、かなり。あそこまで行って、その上に上がる？そういうさ、
ところを見えたから、あーそんな遠くない。確か取ったよね。取った。そんな大変じゃないから行っとこう。いやーそういうことだったのか。僕がめっちゃ悩んだところ。でもこの辺り暗いよ。マップは開放されているのにもかかわらずこの辺りは暗い。マップ開放されてんだよねこの辺り。完全にマップ化をされてんだけどな。そう、ここから上がることによってお宝ゲットでしょう。長い。もかもかもか。違うの？ショックなんだけど。なんかあっちの方になんかあったりすんの？いや、あのね、あ、こっちだったかな。いや、でもね、ここにあるのよ。本当に。あ、でも場所ずれてるか。いや、この辺りだ。ちょ、行ってみようかな。いらねえ。いやダメだ。ないな。はい、ということで、すいません、全く今日ここに来た意味はありませんでした。はい、ということで戦闘中ではあるんですが、今回ですね、ここからずーっとこう来てマップを開放していきました。で、地下もだいぶね進んできたので、あとこの辺りとかこの辺りとかね、次回以降もまたですね、この地下の根解放もやっていきたいと思いますので、またね、皆さん見ていただけたらなと思います。ちなみに、こうやって地上とね、見ると、ここですね。ここの、僕はクリアしてないし、あとここ一つ空いてるのか。とか、こういう風にですね、地上と合っていないところがいくつかあるので、はい。これでまたね、地上での祠探しもしやすくなったんじゃないかなと思います。はい。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひこの動画、ナイスだと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。